カルマの穴の中目黒のこれ知ってる。さあ始まりました。はい、はい、始まりました。いやあれ目黒さん、あ、私はい、ちょっと変化変わりました。若干そうそうそう、最近ね、偉くなってるから。偉くなったら本当あるんですか。そうそうそう、性別も変わったり。大丈夫ですか。はい、さあというわけで、はい、今日はなんと2年ぶりぐらいの登場。このこれ知ってるのコーナーは2年ぶり。そして初回のね、これ知ってる見直してみたら、私のまあ初々しいことよ。というわけで2年ぶり登場のサトルリさん。そう、まあ、夏だしね、大事に来たの。扱いの変わりよ、ちょっと見直してみてくださいよ、あの時の動画を。前の時はね、もうね、超よ花よでしたからね、あの時は。そういうことして扱いをしてたけど。そうです、そうです。何しに来たの。というわけでですね、はい、今回私が紹介したいというか、まあ持ち込みですよ、持ち込み。ああ、紹介しに来たんですね。そうです。しかもなんとプロデューサーまでね、あの連れてきてしまいました。おお、はい、というわけで、はい、うん、夏なのでテンションのね高いゲームを紹介したいと思いまして。ああ、いいね。弾丸キャノンボールです。弾丸キャノンボール、知ってますか。知ってますか。ちょっと聞いたことないな。お、残念ながら。ちょっといや、最近さ、たくさんいいやつ出てるじゃないですか、この業界、はい、でその中にあって全部売り切れなくて、うん、確かに。しかももう夏前ですからね。そう、皆さん ね、各社メーカーね、そうなんですよ。そんな中持ってきましたよ。おー、はい、サトルリさんが持ってきた、ね、はい、モニター美人。関係ないです。弾丸キャノンボールプロデューサーの、横山プロデューサーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どんなゲームなのかね、早速ゲーム画面見ちゃいましょうよ。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあもう早速プレイしていただくということで、はい、もういっちゃいます。ちょっとどんなゲームか全くタイトルからは想像がつかないです。まあハイスピードバトルロワイヤルということで、はい、そのバトルの部分が結構、まあ、あのディフェンスタイプのゲームになってはいるんですけど、ディフェンスタイプ、まあ、その、まあ、時間ですね、クリアタイムによって、まあ、順位が決まってくるようなゲームまだ全然頭に入ってない。ランガンって言ったらディフェンスゲームだ。そう、ランガンって言ってくる。そうっすね。なんでそれをちょっとプレイしていただければ。はい、はい、じゃあ今最初そうですか。はい、じゃあちょっとまあ、結構弱めのところをご用意しました。はい、僕ちゃんと、あ、そうですね、ちょっとじゃあ私の方でやってみたいと思いますよ。はい、なんか早いそうそう、画面がね、スクロールされてる画面めちゃめちゃ早い。はいはいはい、レースはね、ちょっとレースで今、エトナっていうところがまさこさんの。はいはい、あ、サトルリです。しかも人気とかついてる。はい、そうそうね、そう、人気とかね、人気が集まってるよ。まあそういうことですね。5枠5枠5キャラ分いります。そうですね。はい、早いマジでランダムだよこれ。そうそうそう、じゃあちょっと始めてみますよ。はい、天コースはね、はい、なんか実況っぽい。そしてここからね、最初から侮れないですよ、これ。最初からね、結構集中して、集中しないと。3、2、1と任せろ。よいしょ。ああ、やりましたね。ほら、もう反射神経やる感じ。そう。本当に早いんですけど。めちゃめちゃ早い。で、何これ。でですね、これ前に敵がいいですから、こう敵を回しつつ。敵なんだね、あれは。だからこうね、レース中にこういけないことですよ。どれ操作してる。この後ろ、この後ろ5人がうちのチームです。で、前にこう敵がやってくるんで、ちょっと。こいつらを倒しながら走っていくっていう、ちょっとアルマジキ行為です。倒すって何？画面をタップして倒してるの？そう、今キャラクターをですね、タップすることによって、まあ、攻撃は自動でしてくれるんですけど。あ、そうなんだ。はい、そうです。もうクリアしちゃうか。今ね、ちょっとちょっと次々行きますよ。はい、ですね。で、まあ、攻撃は自動なんですけど、今おっしゃったように、うん、ただこのですね、スキル的なものを使うことができるんですよ。うわ、なんか出てきた。はい。レースには必ずライバルが設定されてて、はい、まあ、そいつをこう結構うまく倒すっていうところは一つバトルのポイントになるんですね。おお、なんか勝手に入った。勝手に入ったって今ちょっと操作したんですよ、私が。死んでますよ。あ、下のそのキャラクターのところをタップするとスキル的なものが発動。そうですよ、スワイプ。スワイプですね。上マークついてるじゃないですか。本当だ。だからこうですね、上にシュシュッとやるとこうスキルを放つんですけど、敵もねやってきますから。タッチで復活ですね。あ、はい。
あ、復活ができるんですか。そうです、そうです。お亡くなりになったら復活する。はい、あの右下にこうメラメラ、そうですね、あの、はい、あのエネルギアっていうものなんですけど、まあ、今、はい、敵を倒してるとエネルっていう、まあ、ポイントがもらえていて、はいはい、そのポイントをうまく使って、はい、敵あの自分のチームを強くしてくるんですよ、一時的に。はでそれが、このレース中にどれだけ成長できるかっていうところは一つポイントですし、はいはい、そのあ、まあ、エネルっていうものを得るのにそのギアを上げておくと、はい、それが倍率がかかって2倍とかになるので、はいはいはい、まあ、それをうまく使ったり、はい、さらにさっきの必殺技も、はいはい、そのポイントで使ってっていう結構状況判断。へー、 それがディフェンスゲームと言われる。あの、ね、ラインディフェンスゲームって言われる感じですよね。まあ、そうです、よくあるっていうところもシステムとしては入ってますね。はい、そしてですね、ポイントがをあのいっぱい稼ぐことができたので1位になりましたってことですよね。あ、まあ、クリアタイムとかがちょっと良かったっていうところで、はい、早く敵を倒すと、はい、やっぱりクリアタイムが良くなって、ね、最終レースの今の演出のところでガーッといって、はい、1番になりましたねっていうことですね。へー、はい、なるほど、はい、これがまあ基本的なゲーム。そうですね、これを順々にそのステージをなんかリングを、うん、いや進めていくのが、はい、1人モード、はい、そうです。そしてなんとマルチプレイもある、うん、そうです、マルチプレイございます。まあ、みんなでレースというものがあるんですけども、うん、はい、これは最、まあ、最小人数4人からプレイできるので、はい、ぜひ今日はプレイしていただけると、はい、ああいいですね、はい、じゃあみんなでねやりたいね。はい、はい、ちょっとマルチを始める前にちょっと今のレースでですね、うん、デッキがどういう感じになってるのかっていうチームのですね、あの見たいっていう、はいはい、ましたので、はい、ちょっと見たいと思いますよ、はい、1チームが5キャラで構成されてますね。5キャラね、はい、はい、で、まあ、キャラクターには前衛タイプ、後衛タイプ、回復タイプっていうのがあって、今右上にポジションを置いてあるんですが、まあ、2、2、1っていう感じの、うん、まあ、バランスの取れた感じになってますね、はい、おー、うん、で、あの前衛タイプはあのやっぱ前に出て HP が高めに設定されていて、うん、やっぱ壁役になって、うん、後衛タイプはやっぱ攻撃力が高くて、うん、まあ、後ろからこう、まあ、結構攻撃力高くなる、あの攻撃するっていうですね、うんうんうん、回復は攻撃はしない、常に回復ですね、常に回復ですね。場合によってはもう回復役をなくして攻撃タイプ入れたりだとか、うんうん、まあ、場合によってはもう回復タイプ2体入れたりとか、うん、そういうまあ戦略性があったりしますね。あの戦術のね、はい、あの追い込みとか、はい、逃げとか、そうなんですよ、スマッシュとか、はい、これはですね、先ほどのライバルとかがいたと思うんですけど、ライバルとの相性になっていて、はい、例えばライバルがあの逃げだったら追い込みで戦うと挑むと、うん、レースの最後に会うことができるんですよ。ほうほう、でレースの最後だと要はパワーアップしてできてるんで結構いい感じに戦えるんですけど、まあ同じ戦術だといきなり戦っちゃうんですよね。はいはいはい、なのでパワーが溜まってない状態なんでちょっと苦戦するんですよ。へえ、そうね、あ、なるほど。じゃあちょっとキャラクターを実際に見ていきますか。まあパラメーターの、まあ、画面がこんな感じ、まあ、属性とかあのあるんですけど、いろいろありますね、いっぱいありますね。ポジション、戦術、はい、攻撃速度、おお、ドン、ドン、超人体、サイバー、はい、まあ、あの超人自体が一応強い人たちなんで、うん、まあ、なぜ強いのかっていうのはこれはサイバー あのパワードスーツで強いとか、うん、そのメカ的に強いとかそういう設定があって、あ、まあ、タイプが6タイプあります。なるほど。地域、地域は出身地域で、はい、まあ、あのいろんな世界、あの地球上の世界でレースしてるんで、うん、まあ、そこの地元だとちょっとパラメーターのアップが、うん、ホームタウンで非常的な、そうですね、なるほど。他にもね、パラメーターとかなんか上に、あ、そうです、確かに。こちらはフォアと、レベルと、うん、あと勝負根性っていうのは合成していくと溜まっていくようなものなんですけど、うん、まあ、これが、まあ、あのレースのドロップ率だったりとか、あと最後にこう、はい、あのちょっと確率で勝負根性発動するとタイムが縮まったりとか、うん、で初期エネっていうのはさっき あのスタートの時に使えるエネ持ってるってことですね、うん、はい、あとは HP 攻撃とブレイクですね、うん、さっきあのブレイクって申し上げましたけど、まあ、ブレイクさせるとやっぱ行動を止めることができるので、はい、かなり有利ですね、うんうん、で前衛はブレイク力が高いんですよ。あ、はいはいはい、で攻撃キャラはブレイク力は低いんですけどその分攻撃力が高いんですね、はいはいはい、そうですね、あります、うん、あとはそうですね、耐性とか特性とかがついてる、うん、
対戦なんですね。はいはい、そうですね。適正コースが空の、空を舞台にしてまあちょっとあるんですよね。雲の上っぽいところがあったりだとか、ね、あ海もあったりしますね。そうですね。砂漠の王子なのに海なんですね。適正コースが。まあちょっとバランスを見てバランス悪いよね。全体的なね。はい。リーダースキルとかも発動しつつ、うん、っていうことですね、はい、結構これは重要、うん、じゃあマルチ、じゃあ、はい、マルチいきますか。いきましょうか、はい、同時にあの目まぐるしい画面が4人分映っていったらもう、ね、端末が熱くなってしまう強そうなこれにしよう。レッサンいか、あ、お金かかるんですね、ゴ、ね、ールドが。でそれがあの1位の人からこう、はい、持っていく形にはなるので、あ賞金、賞金レースですね、何倍されるみたいな、はい、みんなで持ち寄ったお金っていうことですよね。そういうことです、はい、それはお金の量を増やすとかできるんですか、はい、お金の量を増やすこともできます。へえー、まあ、ちょっとレースの設定によってお金が賞金が違ったりします。なるほど。でこの画面で、まあ、皆さんの強さを確認する、まず、まあ、これがエントリーされましたよ、はいはい、僕が今、まあ、4649というよろしくキャラなんですけど、はい、一番右の一番ですね、はいはいはい、で今平均レベル今31なんで、はい、ちょっと、まあ、強さ的には3番人気になっている状態ですね。なるほど、平均レベルが3番目だから3番人気、はい、ね、これ一番人気誰よ。 Z さん、いや違うな、すげえ強い人がいる。そうです、 Z さんは、あ、私ですZ さん私です。で、この今のメンバーの中でどれぐらい強いかなってのが次のポイントになる。はいはい、じゃあ次へ行って、次へを行くと、要はまあこの状況でポイントをまず得るルートを選ぶんですよ、はい、でこれが高いポイントだと奪い、多分あの被るんで奪い合いが発生するんですよ。なるほど。なので、まあ、自分結構自信があって人を蹴散らすことができれば、まあ、高いポイントのところ、はいはい、だ僕さっき3番人気だったので、はい、ちょっと自信ないんでポイント低いとこ行こうかなとか、そういう、こうまず誰がどのルートで来るかっていうのを読み合いをするんです。なるほど、この画面は見えないから、ちょっと横山さんの画面は出ちゃってるから、あ、じゃあ僕の画面ちょっと見ないで見ないように、僕がどのルートを選んでいくかっていうところを、これここ性格出ますね。そうですね。え、これはさっき の, あの適正コースと関係あるんですか、はい、それは関係ないです。ここは関係ない、普通にどこ行くかってことですね。はい、僕が一番人気だったから、まあ、そうですね、どうするのか。で、かぶっちゃうとそこでバトルが発生するんですけど、はいはい、まあ、勝てば、そのルートの半分もらっていて、負ければ、まあ、そのまた半分とかどんどん落ちていくので、うん、へー、一人だったらもう総取りなんで、あそこはあえて、レース始まる前から勝負が始まってるんです。そういうことです。へー、かぶらない方がいいんですよね。さあ、かぶらない方がいいですね。ただ、まあ、いきますか、じゃあ次、よし、そう、はい、かぶりましたね、はい、1番のよろしくさんと卵焼きさんが、はい、ビールドにかぶりました。いや、横山さんと誰、はい、僕です。あ、大塚さんがかぶって、大塚さんですね。そう、ちょっとあの我々弱気に番組のポイントを、そうですね、はい、Z の、ジュビローと、はい、ABBCC さんの、はい、私です。本当サソリは雑な名前の付け方するの違う、私じゃない私じゃないよ。だってもう確かに、ね、キャラを完全にパカッと分かるそうっすね、やる気満々だよA ルート、ジュビローとサソリが A ルートでかぶったと、はいはい、そういうことです。で、ここで選択するのが、まあ、そのじゃあルート選択の時のポイントを予想して、あ、どういうポイントになるかを予想して、じゃあ今度誰からポイントを奪うかっていうのを選んでいくかってことですね。で、勝てばポイントを奪う、半分奪うことができるんですね、うん、この人には勝てそうだから取っとこうみたいな。そうです、そういうことですね。平均レベルも66なんで、まあ、余裕でしょうね、はい、でもこっちの人の方がポイントを奪ってそうなんで、もうあと、そうですね、6秒、あ、ちょっと待って、やりましょう。あと6秒です。はい、で、これはもうあとは見るだけっていう感じですね、はい、そうです、そうです。あとはまあコメントのやり取りができるんですけど、あ、そうなんですね。見るだけなんですね。そうです。なるほど。だからもう読み合いが全てですね。読み合いもここでもう決まったんですよね。へえ、まあ、それあとはよろしくとかこういうへえ、あ、本当に出るか、ちょっと1位確認しましょうね。で、まず A ルートですね、この
強かった同士の戦いがどうなるかなんですけど、はい、はいはいはい、2番人気そうです。あ、やっぱ Z さんが勝つと、そうですね、戦ってる、はい、で勝った方がポイント半分で、負けた方がそのまた半分みたいな、読んでますよ。で、この戦いですね。ちょっとコメントを、ちょっとコメントを入れる余裕がなかったので、あまりで、ここは、はい、これ大塚さんと、お、あ、大塚さんが勝った、そうですね、僕が負けましたね、ちょっと3番人気なんですけど、ちょっと負けましたね。これはもうデッキの編成で戦って相性とかで、はい、決まりますね、はい。まあ、人気はちょっと単純なパラメータ決めるんですけど、実際はあの中でバトルをしているので、うん、まあ、そのデッキの強さがやっぱちゃんと出るってことですね。で、あ、やべえ、タモヤキさんから3人揃ったけど、お、奪いましたね、Z さんが、はい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 、私ですね。うわひどい。9ポイント出ますね。ここで今コメントを打てば、そうです、ルートミスト。で、僕もそうですね、ちょっと奪われましたね、はい、サトルリさんから奪われましたね。あ、でも大塚さんがね、勝ってたからね、その前に。あ、ちょっとあれだったね、大塚さんが取った方が実際も4ポイント、うん、よかったかなみたいな。でこの後ポイントによってどうだったかってで、あ、やっぱ Z さんが、やばい、すごい大差。うわ、ぶっちぎり、ぶっちぎりました。ちょっと差がついてしまいましたね。そうですね、中古馬身差ですね。で、今ここに、まあ、実際のポイントの結果が出ていて、あの、そうですね、まあ、Z さんが9ポイントだったんで、1ポイントだったんですけど、9ポイントで1位、ね、結果ですね、4ポイント、2ポイント、1ポイント、僕が、まあ、あの、初めのルートで負けてポイントも奪われたので、1ポイントになってしまったんですけど、別に岩田が偉いわけじゃないのに1位になってるのはちょっと、いや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 、ほんとね、へえ、なるほど、はい、ルート選びが皆さんちょっと悪かったですね、ちょっと被っちゃったので、はいはい、やっぱ強さが結構如実に出たかなというか感じですね。でもレースになると見てるだけやってもいいな。まあ、あとはそうですね、結果がどうなるかワクワク見てる、アクション要素はないけど面白いですね、みんなでのところはやっぱ強くなったものを戦わせればっていう感じ、うんうん、はい、そこのルートを選ぶって結構斬新ですよね、うん、まあ、そうですね、やっぱりあの強さ持ち合って、そのでも弱い人が必ず負けるってものにはしたくなかったんで、はいはいはい、やっぱりその弱い人でもちょっとチャンスがある、ルートを被らなければそうですね、ポイント奪われることもないですからね、はい、で強い人ももちろん勝ちやすいんですけど、まあ、戦術ミスだったり判断ミスになると、うん、まあ、負けてしまう可能性があるので、ね、で基本はもうソロのモードで強くして、はいはい、でその強くなったので、はい、あの友達と勝負するみたいな、そういうものです。なるほど、うん、でやっぱデッキ相性も結構あるので、はいはい、そこは、まあ、属性とかもありましたし、はい、戦術もありましたし、なるほど、これは奥が深そうだな、深そうですよ、ね、うん、はい、というわけで、じゃあ、今日ご紹介したのは、ランガンキャノンボールです、はい、絶賛、はい、iOS、Android ともに配信中ですので、うん、皆さんぜひダウンロードして遊んでみてください。はい、はい、ありがとうございます。はい、横山さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、佐々木さん、2年ぶり次回のこれ知ってる、高上げてて、はい、これ知ってる、私もやらなきゃいけないやつ、メロよ、あ、かわいいじゃないですか。バイバイ。